が手に入ったぜ。あと3個か。うわ、何これ父さん。詳しいことは亀の中でさっきのジジイに聞きな。それと父さんってのはやめろ。おめえ俺より年上じゃねえのか。それ以外にどう呼べばいいのよ。前みたいに親父とか。後でいろいろ聞かせてよ。やれやれ。何？これは？なんだ？おい、何が起きたんだよ、丈太郎！弾かれたみてえだ。光のひびに入ろうとしたらな。これはどういうこった？
多分だけどよ。ここから先の時代には行けるやつが限られてるってことかもな。なんだそりゃ。光のひび自体が壁になって通る資格のねえやつを弾いてるんじゃないかと思うんだ。資格ってのはなんだよ。そんなのどうやって調べればいいんだ。この音は遺体の共鳴だ。誰だ、誰の遺体が鳴ってんだ。え、これ俺かよ。僕もだ。どうやらジョースター別行動を取るのですか。危険なように思いますが。大丈夫、遺体に従ってここまで来たんだから。ジョースターさん、気をつけなせ。ありがとう、スピードワゴン。頑張ってね、ジョースカ君。任せとけって。ちょっくら行ってくるぜ。それで二人が戻ってくるまでの間、俺たちはどうするんだ。そうだな、この森王町で待機ってことになるかな。待機？あれ、どこに行くんですか。ちょっとね、その辺を歩いてくるわ。お嬢さん、この店でドルは使えませんよ。よろしければ円と両替して差し上げましょうか。本当？助かるわ。手数料は？結構です。手数料はいりません。その代わりと言ってはなんですがね、私とちょっとしたつまらない賭けをしてくれませんか。あなたが勝ったらお金を倍にしてお返ししますよ。賭け？賭けなら自信あるけど。観光客相手のしょぼいイカサマカードで私をカモにするつもり？賭けなんてものは何でもできるもんですよ。時間はかかりません。例えばこのコインを弾いてテーブルに落とし、表か裏かを言い当てる。どうです？簡単だけどスリルあるでしょ。そうね、じゃあ表。わかりました。私は裏にかけましょう。それで私が負けたらどうするの？お金はいりません。代わりに魂なんかどうです？魂って
魂？ちょっと何この男、素で言ってるの？キザなこと。ご返答は？いいわよ、それで。グッド。楽しくなってきた。ところで、その首筋、随分珍しい形のあざですね。え？星といえばそう。星を表現するのに奇妙な言い回しがあるのをご存知ですか？空に天国があると信じられていた昔、星とは地上を覗く穴から光が漏れているものだと考えられていたそうで、何だったかな？そう、確か Eyes of Heaven。おっと、裏になりましたよ。おい、あまり一人でうろうろするなよ。異変による刺客が来るかもしれない。てめえダービー、ジョリン、その男から離れろ。もう遅い。払ってもらいましょうか。あなた賭けましたよね。確かに自分の魂を。賭けというのは人間の魂を肉体から出やすくする、そこを奪い取るのが私のスタンドの能力。こんな説明はお前には不要だったかな、ジョー太郎。両面とも裏か。安っぽいイカ様で十分だったよ。親に似ず不注意な娘だ。度胸あるじゃねえか、ダービー。わざわざトランプを用意するなんてよ。もう一度ポーカーで再起不能にしてほしいようだな、翔太郎。あの時私はお前のブラフに負けた。屈辱だ。許せない。あれ以上の屈辱はない。自分が許せなかった。お前に精神的に屈した自分を呪った。二度とあの時の惨めなダービーには絶対に戻らない。私はあのお方のために来たのではない。ギャンブラーの誇りを取り戻すためにお前と戦うのだ。ジョー太郎、ポーカーでの勝負を申し込む。お前の娘の魂をかけて。
いいだろう。では、例の言葉を聞かせてもらおうか。俺の魂をかけよう。グッド。オッケー。オープンザゲーム。ゲームを始めよう。私の名はダービー、 D-A-R-B-Y、 D の上にダッシュがつく。 OK、 Open the game。 ここは様子見で。コールだ。ここは様子見で。コールだ。勝負。グッドだ。ネクストゲームだ。さて私はレイズだ。どんな相手だろうと舐めてかかってはいけないという教訓として反省することにしよう。その表情。ここは様子見で。コールだ。コール。グッド。勝負。グッドだ。ネクストゲームだ。さて私はレイズだ。ドロップ。グッド。ネクストゲームだ。さて私はレイズだ。私はコールだ。
だ。勝負ワンペアだ。危ない危ない、もうちょっとで負けるところだったよ。私はドロップだ。ネクストゲームだ。さて私はレイズだ。表情。ここは様子見でコールだ。ゲッド。勝負。無駄だ。ネクストゲームだ。私はコールだ。私はコールだ。勝負。無駄だ。ネクストゲームだ。さて私はコールだ。ドロップだ。ネクストゲームだ。私はコールだ。怖い怖い、その表情。
見くびっていたようだ。ゴー！ゲッド！勝負！エッターだ。バカだ！この私が敗北するなど！ジョリーンの魂が戻ったか。てめえの負けだぜ、ダービー。お見事。私はお前の娘の魂を奪い、お前はそれを取り返した。寝ぼけたこと言ってんじゃねえ。このまま無事に帰れると思っているのか。無論帰るとも。今までだって何人もの敵に逃げられただろう。てめえ、ジョータロー、今の私は実に気分がいい。お前が以前と変わらず強者であると確認できたのだから。だから一つだけ忠告をしてやろう。あのお方と出会ったのなら絶対に戦うな。あのお方の能力に太刀打ちすることなど絶対にできない。真実の上書きってやつか。ほう、あのお方のスタンドの秘密を知っているのか。いや、言葉だけで真の意味までは理解できていないと考えるべきかな。もし戦えば、お前は魂さえも残さずにこの世から消し去られてしまうだろう。この世に存在しないという真実に上書きされてな。私はお前の魂を抜き取ってコレクションに加えたい。だから忠告してやるのだ。ではまたお目にかかれることを期待するよ。私、あれか。やれやれ。しかし真実の上書きか。どんな能力なのか見当もつかねえぜ。